グイドーニア・モンテチェーリオは、イタリア共和国ラツィオ州ローマ県にある都市で、その周辺地域を含む人口約9万人の基礎自治体である。ローマの北東、約 23km にある近郊都市で、ローマを除けば、県下最大のコムーネ人口を有する。イタリア空軍のグイドーニャ飛行場が所在する。ローマ県北東部のコムーネで、コムーネとしてのローマ市に隣接し、その大都市圏に含まれる。グイドーニアの市街は、ローマ中心部から北東へ約 23km の距離にあり、ローマ市を取り囲むグランデ・ラッコルド・アヌラーレの外側、約 13km に位置する。ティボリからは北西へ約 7km。古代のノメンターナ街道とティブルティーナ街道の間に位置する。隣接するコムーネは以下の通り。地勢はおおむね平坦である。トラバーチンによって作られた段丘地形で知られる。998年、カストルム・カストラム・マンティセロラムとして建設されたのが、この都市の起こりである。1915年には、イタリア王立陸軍が航空部隊のための大きな軍用飛行場を建設した。1923年には、イタリア王立空軍が発足する。ベニート・ムソリーニ政権のもと、1937年にこの地域は自治体となった。グイドーニアの名はこの地でパラシュートの試験中に殉職したアレサンドロ・グイドーニ将軍にちなんで付けられた。1942年6月には第二次世界大戦中ながらイタリア軍の大型輸送機のサボイア・マルケッティ SM-75 が RT によりイタリアと日本もしくは日本の占領地域との飛行を行った。グイドーニア・モンテチェーリオには以下の分離集落がある。ローマ首都圏に位置するこの都市では工業が大きな役割を果たしている。特にトラバーチンの採掘やセメント工業が知られる。またサービス業も発展している。住民の多くはローマに通勤している。トラバーチンの採石場、コレベルデ地区にはコレベルデ・ディ・グイドーニア天文台がある。この観測拠点では VS カスディーラによって多くの小惑星が発見されている。コレベルデが発見者として登録されている小惑星もあり、2012年6月時点での小惑星センターの集計によれば3個ある。命名されたものにはバニョッツィがある。グイドーニア駅。ありがとうございます。